ペ。今日は三河クイズ違いまーすクイズ蓮プーから父さんにクイズを出そうとしている、うん、名前を当てるクイズでいいの、うん、またソフビだね。ウルトラソフビ、ウルトラマン大好きですか？大好きです。父さんはそうでもないからわかんないですよ早速やってみよう。レッツゴー。おう、こんにちは。あ、なんかさ、それっぽくやってる。第1問ダダンみたいな感じでやって。第1問ダダン、じゃん、何でしょうか。ああ、簡単だな。さすがにこれはわかるな。ウルトラセブン。すごいよ。やったー。父さん1ポイント。はい、問。第2問。じゃじゃん。じゃじゃん。わあ。ビクトリー。ウルトラマンビクトリー。正解。やったぜ。ビクトリーわかったら結構2だよね。はい、3問。はい、第3問ね。じゃじゃん。じゃじゃん。簡単簡単。これはだってもうレンプンがウルトラマンにハマった一番最初のやつだもん。さすがに覚えてます。ウルトラマンゼロ。正解。やったー。転んじゃった。はい、4問。じゃ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 。うわー、知ってる。ウルトラの父。いえ、な、簡単だな問題が。舐めてもらっちゃ困るぜ何年レンプと一緒にウルトラマン見てると思ってんだ。難しい。難しい。え、難しい。難しいの。難しい。難しいの、はい、マジで。いや全然難しくないよ。太郎だよ、ウルトラマン太郎。正解。やった、簡単やんけ。むしろ体重とかの方がわからないわ。第6問。じゃじゃじゃん。じゃじゃじゃん。あー、知ってる。ウルトラマンメビウス。正解。やったぜ。簡単だな。ちょろいな、ウルトラマンクイズ。7。じゃじゃじゃん。おっ、マンダラ。普通のウルトラマン。正解。イエーイ。簡単だよ。マジかい。はい。はい。じゃあ。おっと知らないな。何？高三。わかんない。初めて見た。こんなの持ってた。マジで。いや全然見たことない。教えてください。正解や。うん、どうも、ウルトラマンナイス。ウルトラマンナイス。あー、ナイスね、聞いたことある。あー、分かんなかった。悔しい悔しい。結果まで9問目ね。第9問でーす。あ、これがね、ウルトラマンとジャックとゾフィーがね、見た目ほぼ一緒なんだよね。で、模様がちょっと違うんだよな。ジャック、帰ってきたウルトラマン。ウルトラマンジャック。うわ、やった。びっくり。ドキドキさせてくれますね。正解でいいんだよね。最終問題。第10問。派手なウルトラマンが。いや、これね、覚えてんだけどね、すぐド忘れちゃう、ね、ウルトラマンオーブ、ウルトラマンオーブ X ビクトリーみたいなやつ。じゃあ待ってよ、ヒントくれ。ヒント。ピコラ、ピカチュウ。銀河。ピカチュウビクラしかして。銀河とビクトリーが合体したやつ。あー、分かった。思い出した。はい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 、どうしたい。思い出しました。ウルトラマン銀河ビクトリー。うわー、よかった。すごい。1問いきます。え、マジで。
11番わかった。じゃあ最後ね、これ最後ね。あれみたいだよね、丸とバツ。1番。はい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 。むずい。むずいな。じゃあこれはフィコいきましょう。ヒントください。フィコは、はい、1番エクスサスチュエーション。言ってんじゃねえかよ。答え言ってんじゃねえか。ウルトラマン、あ、はい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 、こいつウルトラマンネクサス。え、違うの。何、何だっけ答えは。すごいよ、ジュネス。え、なになになに、ジュネス君。ジュネス、うん、ウルトラマンジュネス。そんなのいたっけ。ネクサスじゃないの。ネクサスジュネス？本当に？あってね。あとそれ俺たちひょうきん族ね。ダメ、もう長い、終わんないもんだって、こんなにいっぱいあんだぜ。無理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 。はい、ここでおしまい。父さんはまあまあ知ってたでしょ。まあまあ知ってたでしょ。勝手に進めんじゃねえ。あ、これ知ってる。あのウルトラマン光。うん、よし。何問正解したっていうか、分かんなかったのが、あ、銀河ビクトリーだとウルトラマンナイスか。うん、ただまあまあ、レン文、レン文と一緒にいると覚えるのよね、これね。じゃあ俺たちひょうきん族、ここで終わろう今日は。な、じゃんないじゃんない。知ってる知ってる。このウルトラマンゼロ近辺のやつ知ってるか。ピンポンピンポン、俺たちひょうきん族でした。またねー、バイバーイ。